はい、こんにちは、翔太郎です。先日グリーンスタッフワールドマットサーフェイスプライマーブラックとファレホモデルエアアルミニウムを紹介しましたので、今回はそちらを使用して総動仮面ライダージン仮面ライダー滅びに付属するアタシュアローを塗装していきます。下地塗装はいつも通りエアブラシで、希釈に使ってるのもいつも通りファレホのエアブラシシンナーです。まずはマットサーフェイスプライマーブラックで下地塗装、同じ黒でもちょっとマットな質感になりましたね。そこからファレホモデルエアアルミニウムをこちらの3本の筆で塗っていきます。すべてタミヤのモデリングブラシシリーズですね。下から HF 平筆ナンバー2、 HG 面相筆小、HG 面相筆極細となっています。本当はこの平筆はもうちょっと幅の狭いものを使った方が良かったかもしれないですね。一番銀塗装で幅広いのが側面なので、これだとちょっと大きすぎたかもしれないですね。ほとんどは真ん中の面相筆小で塗っていって、武器側面の幅の広いところを平筆ナンバー2で塗って、境界線のリタッチとか本当に細かいところをやるときだけ面相筆極細を使います。そして仕上がったものがこちら、こんな感じになりました。どうです、結構うまくいきましたよね。背面見るとこんな感じ。ここののっぺりしてるところがちょっとだけムラになっちゃいましたけど、その他はムラとかほぼないんじゃないかなと思います。元のものと見比べるとこんな感じですね。下地マットを拭いたことでモールドがよりはっきり見えますし、やっぱり色が増えるって偉大だね。すごい、それだけでかっこよく見える。まあまだこれから紫の塗装も待ってるんだけどね。シルバー塗って黒でリタッチして、シルバー塗って黒でリタッチしてっていうぐらいの工程数踏んでるんですけど、まあそこまでリタッチ跡もね目立たないんじゃないかなと思います。はい、そして滅びに持たせてみました。かっこいいですね。やっぱりこれ黒一色じゃなくて銀が入って、しかも黒もマット塗装になってるので相当かっこよく見えます。あとね、滅びの細かいポイントとしては、滅びのアーマーって銀じゃなくてガンメタリックなんですよね。でも武器の刃は銀なんですよね。あえて統一じゃなくてバラバラの色が入ってるのも滅びのかっこいいところですよね。まあストーリー的にはアタッシュアロー滅びたちが作ったわけじゃないからって話なんでしょうけどね。皆様はどんな感じで武器塗装していますでしょうか。コメント欄で教えてくれると嬉しいです。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録フォローよろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。